藤江啓介11月8日から1969年2月27日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大将。兵庫県出身。代々辰の藩士を務めた藤江家に生まれる。辰野から転籍して、大阪府士族であった生国魂神社将宮寺、藤江拓造の次男。大阪陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て、 1905年11月、陸軍士官学校を卒業。翌年6月、法兵少委任官。1910年11月、陸軍砲工学校高等科を卒業。1914年11月、陸軍大学校を卒業した。参謀本部院、フランス大使館付部官補佐官、参謀本部付、陸大教官、野戦重砲兵第五連隊付、 第16師団司令部付、陸軍兵器本省付、ジュネーブ軍縮会議出張、野戦重砲兵、第2連隊長などを歴任。1934年8月、陸軍少将に進級し、陸軍野戦砲兵学校幹事、野戦重砲兵第4旅団長、関東憲兵隊司令部総務部長、同司令官、憲兵司令官などを経て、1937年11月、 陸軍中将となる。第16師団長、参謀本部付、陸大校長、西部軍司令官を経て、1943年2月、陸軍大将に昇進。東部軍司令官、第12方面軍司令官を務め、1945年3月、予備役となるが、同年6月に招集を受け、第11方面軍司令官兼、東北軍管区司令官に、 同年10月まで在任した。ありがとうございます。